80式汎用機関銃は中華人民共和国製の 7.62mm 口径の汎用機関銃である。この銃はソビエト連邦が1960年代に開発した PKM のデッドコピー品である。本銃のコピー元となった PKM 機関銃はミハイル・カラシニコフが設計した PK 汎用機関銃の改良型である。重心を 簡略化したものに変更し、生産効率向上と軽量化のために一部の部品の製造方法を切削加工からプレス加工に変えるなどの変更を加えたものである。1969年からの配備開始以降、ソビエト連邦の影響を受けていた旧東シュガー諸国や南アジアやアフリカ地域などの軍隊で採用され、開発国のロシアでも運用が継続されている。 傑作機関銃である。中国は中越戦争時にベトナム人民軍から露角し、1979年にリバースエンジニアリングによるパーツの国産化に取り掛かった。翌年の1980年に完成して正式採用され、1983年から生産を開始した。生徒軍区の不評学校で行われた67式。 汎用機関銃及び改良型の67、愛式との比較試験の結果、80式の方が、射撃精度、重量、重心寿命などで67、67愛式を圧倒した。しかし、80式は一般の部隊には配備されず、特殊部隊や中国人民解放軍陸軍の空挺部隊などの精鋭部隊の配備に留まっている。理由としては67式はすでに、 中国人民解放軍で広く配備されており、生産認可を取得した1年前に67通式の生産が開始されたからである。そのため、生産された80式のほとんどは和海外への輸出に回されている。ありがとうございます。